サンウルブズを激励した山下慎二写真を拡大。12日に今季国内最終戦となるレッズ戦、秩父宮を控えるスーパーラグビーのサンウルブズが8日、昭和の名ドラマ、スクールウォーズで熱血教師の滝沢健二を演じた俳優、山下慎二、66、から激励を受けた。都内の練習場を訪れた山下に、ドラマのモデルとなった京都、伏見高校、県京都工学院。高、出身の SH 田中文明、33、と内田圭介、26イコール共にパナソニック、が応対。開幕9戦全敗の状況に山下から、お前ら、それでも伏見校出身か。悔しくないのか、と問われると、二人は、悔しいです。さらに山下が、俺はこれからお前たちを殴る、と宣言したところでドラマの名場面の再現は終了。代わりに試合当日に限定販売されるカツカレーを出し、これを食べて、勝つんだぞ、と激励した。滝沢のモデルとなった、泣き虫先生、こと山口義治氏になりきった山下に刺激を受。けたたなかは、山下さんやファンに喜んでもらえる結果を出さないと、と固く決意。